漫画「進撃の巨人」に登場する人物の中で、兄に恋する寝相が悪い腰巾着野郎といえばベルトルト・フーバーですよね。ベルトルトは作中地味で目立たない存在ですが、後にとんでもない正体が明かされ悲惨な運命をたどる人物でもありました。しかしマブダチであるライナー・ブラウンの陰に隠れながらも、その実ライナーよりはるかに賢く優れている可能性が高く、さらに兄への思いがダダ漏れしている描写も数多くあり、地味面でありながらも興味深い人物といえます。今回はそんなベルトルトについて、彼が作中で見せた意味深な行動を徹底考察しました。それではここから先はネタバレにご注意の上ご覧ください。ベルトルト・フーバー。まずはベルトルトの人物像について振り返ってみましょう。ベルトルトは主人公エレン・イェーガーたちと同じく104期訓練生で、成績は上位3番で卒業するほど高い実力の持ち主です。性格は控えめでおとなしく、主体性に欠け、僕には自分の意思がないと自重するほど受け身な人物。教官のキース・シャーディスの評価では、あらゆる技術をそつなくこなし高い潜在性を感じさせるが、積極性に欠け自身の行動を人に委ねる癖があると秘めたる能力を期待されつつも、同時に消極的という欠点も指摘されています。見た目は黒髪の短髪で、身長192センチ、体重81キロという仲間内でも飛び抜けてすらりと高い身長が特徴的です。物語序盤ではそんな長身が特に目立つこともなく、完全にモテ要素を無駄遣いしているベルトルトですが、なぜこうも地味面認定されてしまうのでしょうか。その理由に常にライナーの陰に隠れているという要素が挙げられます。同郷のライナー・ブラウンとは常に行動を共にしていますが、面倒見の良い兄貴的存在のライナーが積極的に行動する中、ベルトルトは一歩引いたところで立っているのがおなじみの光景。そのくせ無口でセリフがほとんどないため、影が薄く何を考えてるのかわからないと思われてしまいがちですが、兵士と戦士で人格が二分するライナーの手前、冷静沈着で俯瞰して物事を捉える必要があったのかもしれませんね。幼少期はライナーよりも成績優秀であったと思われる描写もあるので、脳ある鷹は爪を隠すのごとくうまく能力をコントロールしていたのではないかと思われます。そしてベルトルトといえば、なんてったって超大型巨人の正体であることでも有名ですよね。物語冒頭突如現れた超大型巨人は、この物語を象徴する巨人となり、その後エレンの巨人化が分かった後や、女型の巨人の正体が兄だとバレた時にも、まさかベルトルトが超大型巨人の正体だなんて当時気づいた人は少なかったのではないでしょうか。またベルトルトの意外性は、超大型巨人の正体であることの他に兄に恋心を抱いているというところも挙げられます。この件については後に詳しくお伝えしますが、ベルトルトは物語を象徴する巨人の正体という役を担いながらも、異性に恋をするというごく普通の青年と変わらない部分も持ち合わせている人物ということがわかりますね。ライナーとの関係。マーレの戦士隊を目指し、幼少期から厳しい訓練を行い、超大型巨人を継承することができたベルトルト。共に戦士候補生として訓練に励んだライナーとは、幼い頃からのずっともであることが23巻94話にてライナーの回想の中で明らかとなっています。そこで描かれている幼い頃のライナーとベルトルトは、パラディ島で過ごしている時の二人とは少し関係性が違っていたように感じます。今でこそライナーの後ろにいる人、腰巾着野郎などの印象が強いベルトルトですが、マーレで訓練中の際は射撃の腕前を評価されたり、超大型をすぐに使いこなしたりと、9つの巨人継承者に選ばれるべくして選ばれた人物といった様子。口数が少ないことは今と変わりませんが、パラディ島でのベルトルトより自信に満ちた表情のような気もします。それに比べ、もともとは戦士候補生の中ではどの種目でもドベの成績で、マーレーの忠誠心だけでのし上がったライナー。ポルコガリアードにバカにされぶん殴られなど惨めな幼少期を過ごすライナーにベルトルトが手を差し伸べます。このシーンで垣間見える2人の関係性は、しっかり者のベルトルトと必死すぎるライナーといった感じで、どちらかといえばベルトルトの方が兄貴のようにライナーをサポートしています。ではいつからベルトルトはライナーの腰巾着野郎になってしまったのでしょうか。それはおそらく、マーレからパラディ島に着いた後、60年間無垢の巨人としてさまよっていたそばかすユミルにマルセルが食われたことがきっかけなのではないでしょうか。この時のライナーはユミル巨人に食われそうになったところをマルセルがかばうことで助かります。しかしとっさのことでパニックになったライナーはその場から猛ダッシュで逃げ、挙句にこのままでは帰れないとベルトルトと兄を半ば脅す形で作戦続行を説得します。その時のあまりの必死さと異様なまでの説得力で根負けしたベルトルトたちは、マルセルがいない状態のまま作戦を続行することになります。
この時のライナーを見て、おそらくベルトルトはライナーってやべえやつと思ったかどうかは置いといて、ここまで必死なライナーに全てを託すことに決めたのではないでしょうか。もともと大事な判断を他者に委ねる癖があるベルトルトなので、ライナーがどう判断するか、どう動くのかを一歩下がったところで冷静に見ている、そんな感じがしますね。ちなみに作者伊佐山先生の一問一答では、鎧の巨人と超大型巨人どっちの方が強いですかという興味深い質問がありました。これに対し、人間の時の関係性で鎧の巨人が有利ですと伊佐山先生は答えています。鎧の方が強いではなく有利というあたりが、今のライナーとベルトルトの関係を的確に表しているように感じますね。ベルトルトの目線、先ほども少し触れましたが、ベルトルトの意外な一面として兄に恋心を抱いていることが挙げられます。しかし実際ベルトルトが兄を好きだとはっきり言っていたわけではありません。実は作中ではベルトルトの目線で兄を特別視する様子が表現されていたのです。では恋するベルトルトが作中どのように描かれているのか見てみましょう。まずは2巻9話にて、補給所に逃げ込んだ104期生たちがリフトを使い巨人を数体仕留めた際、危なかったコニーを助けた兄のもとへライナーたちが駆けつけます。怪我しなくてよかったと心配するライナーの後ろでベルトルトが兄をガン見。実はこの時怪我をしていたら巨人化してしまう可能性もあったので、ガチめの心配をしていたのかもしれません。次に4巻18話、巨人に襲われた町での遺体処理の際、罪の意識からごめんなさいとつぶやく兄に対し、謝っても仕方ないぞと他人事のように話すライナー。そんな2人の様子をベルトルトが横目でちらりと見ていますね。そして5巻21話では104期生たちが調査兵団を志願しているシーン。この時兄だけは憲兵団を志願し立ち去るところをベルトルトが振り返ってがっつり見ています。兄と離れるのが相当嫌だったのでしょうか。実はこれについては12巻でベルトルトのマブダチライナーから、兄のことを見すぎだ、俺じゃなくたってわかるくらいなと指摘されており、明確な伏線だったことがわかっています。このようにベルトルトは口数が少ない分視線がうるさいですよね。なおこの時ベルトルトは照れてるのか、兄への思いは認めていませんが、ライナーはいいじゃないか、先の短い殺人鬼同士だろ、故郷に帰ったら兄に自分の思いを伝えろと肯定的で、ベルトルトの背中を押すような前向きな言葉をかけています。仮にベルトルトが兄のことを単に同じマーレの戦士の仲間だから無意識に見てしまっていたのだとしたら、ベルトルトが裏切り者であることの伏線であるとも捉えられそうです。しかし24巻96話にて3人が作戦について話し合いをしている時のこと、兄が男にすり寄って嫁入りする提案をした際、ベルトルトがそんなのダメだよと言い、さらにそもそも私に男をたぶらかす魅力はないと述べると、そんなことないよと否定しています。普段見せないその必死さから兄に好意を持っているのは間違いないでしょう。ちなみにそれに対し兄は真顔で、それはどうもと好意に全く気づいていない様子を見せています。これは完全なる片思いで決まりですね。その後の展開でベルトルトが所有していた超大型巨人をアルミンが継承することとなり、ベルトルトの記憶の影響もあるのか、アルミンも兄へ好意を抱きます。明確に好きだとは書かれていませんが、131話でアルミンが会いたかったからだ兄にと照れながら言っていることからほぼ確定的でしょう。そして兄の方もアルミンに女の顔を見せ、2人はいい感じの雰囲気に。アルミンといえばベルトルトの兄に対する好意を利用して、兄は拷問されてると嘘をつき、ベルトルトを激昂させたゲスミンでもあります。ベルトルトのことを巨人の力も好きな人もアルミンに持ってかれた不憫な人物と捉えるか、それともアルミンに記憶が継承されたことで兄との恋を成就させたと捉えるかは読者次第になりそうですね。ベルトルトの寝相、ベルトルトの特徴として有名なのが寝相の癖がすごいというところではないでしょうか。初めてベルトルトの寝相について触れられたのが12巻48話でのこと。始祖の巨人を持つエレンを奪ったライナーたちは壁の外を目指し逃亡を図ります。鎧の巨人の手の中に身を潜めるベルトルトのもとに104機の仲間たちが集まり、説得を試みるのですが、その際ジャン・キルシュタインによって寝相のことが明かされました。お前の寝相は芸術的、お前が毎朝生み出す作品を楽しみにしてその日の天気を占ったりしたと思い出話をジャンは語ります。その時初めて明かされるベルトルトの意外な一面に、芸術的寝相ってどんだけと思った読者も多くいたかもしれませんね。実はだいぶ後にはなりますが、その芸術的な寝相が作中で披露されています。それが24巻97話、ライナーの回想シーンの中でのこと。
とある日の朝、ベルトルトは壁に足を立てかけて、両腕は背中に組んでいるという珍しい寝相をぶちかまし、それを見た仲間たちは、今日は雪や晴天を表してるなど議論しています。何気ない日常風景の回想シーンに微笑ましさを感じますが、この時の寝相のポージングにはなかなか重い意味が隠されているかもしれません。実はこのベルトルトの寝相はタロットカード12番が元ネタになっていたのです。97話でベルトルトが開拓地で亡くなったおじさんの夢を見るということを明かしていますが、それがこのタロットカードにつながり、そしてベルトルトの芸術的な寝相につながっています。意味合いとしてはベルトルトが罪悪感に苛まれており、誰かに裁かれたいと思っていることを暗示した寝相になっているのでしょう。さらにそれだけではなく、このカードには他の意味合いもあるのではないかと考察されます。まずタロットカードには開かれた時の向きにあたる正位置と逆位置がありますが、このカードが逆位置で開かれると片思いという意味があるのだとか。これはベルトルトの兄に対する報われない恋を表しているのかもしれません。またこの寝相はベルトルト自身ではなくライナーの人生を示唆しているという説もあります。なぜならこのカードの正位置の意味が修行や忍耐などであり、逆位置の意味が徒労や痩せ我慢、自暴自棄などとなっているからです。勇ましいライナーの時は正位置で、メンヘライナーの時は逆位置ということでしょうか。いずれにしてもベルトルトの寝相は単なる芸術ではなく、諫山先生によって深い意味が込められたものだったようですね。ベルトルトの最後、ウォールマリア最終奪還作戦では、調査兵団対マーレ戦士隊率いる巨人たちとの激しい戦いが繰り広げられました。ミカサをはじめとする104期生とハンジラでライナーを追い詰め、エルヴィン率いる新兵たちが巨人に特攻する中、リヴァイが獣の巨人に奇襲をかけるなど、それぞれの戦いが見どころとなりました。そんな中、ベルトルトは超大型巨人となってエレンとアルミンの2人と戦うことになるのですが、この時のベルトルトはいつものおとなしくて気の弱いベルトルトではありませんでした。それは地獄を終わらせるという並々ならぬ覚悟を決め挑んでいたからです。アルミンによる話し合いにも応じるものの、話をしたら全員死んでくれるかと強気な発言をしたり、兄の話にも一瞬間がありながらも取り乱すことなくアルミンの策を見抜いたりなど、怖いくらいの冷静さを見せつけました。時間稼ぎのための無駄話だと気づいたベルトルトに、アルミンがそこまで見えていてなんで話に乗ったのと聞くと、ベルトルトはマルコを思い返しながら確認したかったと答えています。マルコは死亡の際、最後の言葉で、まだちゃんと話し合ってないじゃないか、と言っており、ベルトルトはこの時の言葉を思い出し、アルミンの話し合いに応じたのではないでしょうか。予定外に殺すことになったマルコの時とは違い、今回は自分で納得した上で、大切な仲間だし、ちゃんと殺そうと思ってる、と淡々と話すベルトルト。その後、ミカサが現れたことで、その場から逃げるベルトルトですが、ミカサとアルミンにはまるで別人に見えた、というほど、いつものベルトルトではなかったことが伺えます。その後、これまで見せなかった高い能力で、初めのうちは優位に立つベルトルトでしたが、アルミンの捨て身の陽動作戦に引っかかり、エレンにうなじを取られてしまいます。そして、獅子を切り取られ、身動きが取れないベルトルトは、注射を使い、無垢の巨人となったアルミンに捕食され、死亡することになります。食われる直前、遠くからその様子を見ている104機の仲間たちに気づき、助けを求めますが、仲間たちの表情を見るや何かを察し、兄とライナーの名を叫びながら死んでしまいます。この時のベルトルトはまるでマルコ死亡時とよく似ていますよね。マルコといえば仲間と思っていたベルトルトやライナー、さらには兄にも裏切られ、助けを求めても誰も助けてくれない中、亡くなりました。そんなマルコの気持ちがようやく分かってしまい、助けを求めても誰も助けてくれないだろうという絶望感の中、唯一同じ立場で同じ気持ちを分かち合える仲間の兄とライナーの名を呼んだのかもしれません。自らが手をかけたマルコの気持ちをベルトルトは最後に身をもって体感したのだと考えると興味深いつながりですね。今回はベルトルトの様々な側面を見ていきましたが、いかがでしたか？正体が明かされた後のベルトルトは裏切り者ではありましたが、人格分裂のライナーに振り回されたり、大好きな兄には相手にされなかったりで同情しちゃう部分も多々ありますよね。あなたが思うベルトルトの魅力がありましたら、ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。